はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、高橋慎太郎です。はい、村岡区長使用パート3、後半でございます。前回やったよりちょっとだけ進めましたが、まだ上の土台地スロットは終われなかったんで、今日は上の土台地だったら終わりなんですね。整地しながらですよね。集めていきましょう。見えない位置までやっておるね、結構時間かかってるんです。このやつ追加に関しては、これも結構深くいっちゃうためっていう、大体この高さで掘っていったんだけど、なぜかね、朝だから、ドア朝だからさ、15時の撮影でちょっと何言ってるか分かんないかもしれないですけどね、お察ししてください。で、今成長塗ってますけど、大体ってか、エリアで設置したら終わりかな。もしかして後編っていって中編っていう可能性もある。すごいのあるから、ちょっと待って、もしかしたら足りないかな。土袋はね、いっぱいになってんだよね、袋。まだあったか。木がすげえんですよ、木が。多分これでも足りない。足りない可能性もある。
じゃあ、あれしようかな。回収して何回ちゃいますかね。だいぶ整地してこれでもまだいかねえって話なんだよね。もしかすると周辺で切ろうか。やっちまった。まあ、飛んだの分かんなかった。
性を結ぶあれでそうかなと。まあこの先のいいやんなんだけどね。終了します、これが中編、中編1かな。中編か中編で1で上がります。大体すぎてない、こうすれば上がる。よし、ということで終わります。ということで村に合わせ設置しましょう。ということで村を拡張しちゃうパート3括弧中編を終わりたいと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。